オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。こんばんは、怪談研究家の吉田裕樹です。今日はついに来ましたね、心霊ドキュメンタリーについていろいろ語っていきたいと思います。世の中の神羅万象、ありとあらゆる事象の中で最も冥府魔道に近いジャンルだと私が思っているこの心霊ドキュメンタリー、おすすめの作品の紹介もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速授業を始めましょう。まずはじめに私なりの個人的な心霊ドキュメンタリーの定義というものを説明したいと思います。心霊ドキュメンタリーとは、幽霊など何かしらの超常現象を映像的に捉えたものという言い方になるかなと思います。まずですね、超常現象というものを説明すると、超能力、物質移動や物質転送、あるいは UFO やユーマや謎の怪物を秘境で発見した、そういったことを指しますが、私はね、怪談に関しては超常現象という言い方をせずに、どちらかといえば超自然現象という言い方をしているんです。ただ今回この心霊ドキュメンタリーについては、あえて超常現象というワードを選びました。つまり超常現象というのは非日常の自然現象、常を超える、常ならざるんだけどきちんと自然の現象としてあるもの。だからそれはいずれ科学がテクノロジーが発展していけば検証解明されるであろうと捉えられているものが超常現象、パラノーマルアクティビティなんですね。それは超自然現象のスーパーナチュラルとは違うんです。スーパーナチュラルというのは、例えば神の奇跡であったりとか、そういった別に科学のありようとは関係なく、人間の人知の及ばないもの、人知が及ぶべきでもないといったように捉えられているものが超自然現象の方なので、そういった意味では私がやっているような怪談、実は怪談といった、それが本当に科学的に解明されるかどうか関係ないよっていう立場とは違います。真逆ですらあります。でもあえてここは超常現象という言葉を心霊ドキュメンタリーには使いました。でまた映像的にってちょっと持って回った言い方をしたのには、2つ理由がありまして、絵として捉えられていない異常な音声ですね、声だったり音だったりっていうものも作品の中にあって、それは超常現象として捉えられているからっていうのが一つ。二つ目がノイズだったり、白く飛んだりとか、あるいは潰れたりとかもあるし、あるいは砂嵐だったりカラーバーでピーってなったりとか、そういった映像として欠如している様子、映像として捉えられなかった、あるいは映像にきちんとデータとして残らなかったといった現象もまた超常現象として心霊ドキュメンタリーの中で捉えられているからなんですね。これが私の定義する心霊ドキュメンタリーですね。幽霊など何かしらの超常現象を映像的に捉えたものです。そのためですね、次のようなタイプの映像作品は私の定義からは、本来は外れてしまうかなと思うのが、明確にこれはフィクションですって銘打っているフェイクドキュメンタリーやドキュラマと呼ばれる、フェイクでやってるんですよ分かってねってちゃんと、冒頭だったり最後だったりに銘打っているようなバリバリのフェイクドキュメンタリー作品というのは心霊ドキュメンタリーにはならないですね。あとは超常現象的なものが一切起こらない心霊スポット突撃もの、ここ数年で YouTuber さんたちが行っているような、突撃しましたって、その突撃した人のリアクションをコンテンツとして見せる、でも別に幽霊的なものはないし、なんか聞こえなかったぐらいの反応しかないものは心霊ドキュメンタリーとは呼べないかなと。霊能者の人がそうした心霊スポットであったり、何か霊が出るという現場に行き、大々的なテレビクルーたちと一緒に行って、さてここで何があるのか霊能者に鑑定してもらいましょうみたいなものはどうかというと、でもこれもやはり
心霊ドキュメンタリーに含めてはいけないかなと思うんですね。私の子供の時なんかは義母愛子さんがテレビに出て、こんなところにあいるのね、あ寂しそう寂しそうにしてる、見えます見えますってカメラに向かって解説したりします。それは義母愛子さんの見ているものを義母愛子さんの口で説明しているのであって、映像的に捉えているわけではありませんね。どうしかというと私の分野である怪談としてカメラが捉えているということなので、映像的に何らかの形で捉えられていなければ、怪談ではあるかもしれないけど心霊ドキュメンタリーではないとしておきたいですね。それとはまた別に、これは心霊ドキュメンタリーとは思われてないけど心霊ドキュメンタリーの範疇に含まれるんじゃないっていうのは、ドラマや映画の中、あるいはテレビ番組の中に霊的なものが映ってしまったっていう、まあ、テレビゴーストだったり映画ゴーストであるものが発見され、それを検証する映像ですね。それこそ心霊番組みたいなもので、このスリーメン&ベイビーズって映画をご覧いただく、このシーン、カメラがこう動いていくときにその場にはいなかったはずの子供の姿が映っている、これはカメラが捉えてしまった幽霊なのではないだろうかといっているものを、そのスリー&ベイビーズの映画を使って解説検証ケンケンガクガク議論する、キャーってゲストが怖がったりする、そういったその心霊番組のその検証動画やそれにまつわるあれこれを映した映像っていうのは心霊ドキュメンタリーと捉えていいかなと思ってます。ちなみにですね、ここで、心霊ドキュメンタリーの心霊という部分にも着目したいんですが、これはつまり怪談とは違う心霊主義、心霊写真と同じ心霊ですよね。こちらはどうしても幽霊とイコールで結びつけて、しまいがちなんですが、心霊と幽霊というのは若干違います。簡単にそれだけ説明しますと、まず幽霊というものは、おそらくどこかで生きていた聖者、人間が亡くなった後に現世に現れたものを幽霊といったような言葉で表現するんですが、心霊っていうものはもともとは人間の肉体とは別に存在する霊体というものだったり、それらを意味するのが心霊なんですね。だから別に霊体や魂、幽霊的なものだけでなく、例えばまあ精神だったり心だったり何らかのエネルギーだったりっていうものも心霊の範疇に入ります。だからまあ隠された能力としての超能力みたいなものもこの心霊の範疇に含まれますよね。自然科学で今のところ及びついていない現象であったりを表すものとして、スピリチュアリズムというものは欧米に生まれ、それが遅れて日本に輸入された時に当てはめられたわけですね。厳密には間違ってるかもしれませんが、私は心霊というのはもともと仏教用語であったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですが、それをスピリチュアリズムの訳語として心霊というものを明治の人は当てはめたのかなと想像しています。例えば、まあ、ポルターガイストやラップ音なんかも幽霊が起こしている、亡くなった人が起こしているのかもしれないし、あるいは人間の未知なる能力が起こしているかもしれない。いずれにせよ何らかの形で科学的に後々実証できるはずだ、検証できるはずだ、そういった考えるのは心霊ですよね。だからまあ心霊写真っていうものも別に幽霊が写ってなくても、それこそ念写によって文字を焼き付けたり月の裏側を見たりした写真、他の人たちが介在できないはずなのに写真が現像できました、プリントできましたっていうふうになっているような、あの福来智吉博士がやった、まあ、三船千鶴子さんとかね、ああいった高橋貞子さんとかがいたような千里眼実験であったり念写であったりっていうものも心霊写真ですね。だから、まあ、明治の頃はおそらく幽霊が写っている心霊写真、我々が想像する心霊写真は幽霊写真っていう言葉を使った方がメジャーだったような気がします。まあ、ただやっぱり心霊写真っていうと、もう幽霊が写ったものっていうふうにだんだんこう枝分かれした結果、そっちの方に統一されていっちゃうわけですね。厳密には幽霊写真というべき写真が、まあ、イコール心霊写真として、まあ、現代の我々には認識されていると、そういった流れですかね。ただ今回改めて心霊ドキュメンタリーというのを定義するにあたり、その基本に立ち返って、昔に立ち返って、心霊ドキュメンタリーって幽霊が映ってるものでしょって、皆さんそれだけでしょって思うかもしれないけど、別に幽霊だけじゃないと。
超能力だったり超常現象全般を意味する元の意味としての心霊を何らかの形で映像的に記録したものとして扱いたいと思います。では前置きが長くなりましたが、心霊ドキュメンタリーについて説明していきましょう。心霊ドキュメンタリーの世界最古のものっていうのはちょっとよくわからないんですが、隣接ジャンルとしてのフェイクドキュメンタリーですね、これちゃんとフェイクですよっていう枠組みの中で、その枠組みの中では大真面目にドキュメンタリーとして作っている、まあ皆さんも説明は不要だと思いますが、このフェイクドキュメンタリーはおそらくまあイギリスが割と早い段階であり、ピーター・ワトキンス監督の1964年にカローデンっていう作品だったり、その翌年の The War Game というものがあります。まあ、これ一応最古の事例なんですが、じゃあ我々が想像する心霊ドキュメンタリーっぽさはおそらくないです。まあ、明確にフィクションとして分かるような作り方をされているようです。まあ、日本でフェイクドキュメンタリーの早い例といえば今村翔平監督の人間蒸発がありますよね。こちらは割とあれこれってフェイクみたいな感じにもなってるけど、でもこれは本当なんじゃないの、リアルなんじゃないのっていう割と虚実の淡いを攻めているような、現代人が見てもかなり新鮮な作品だと思います。ただまあオカルト寄り の話ではないんで、旦那さんが失踪してしまった奥さんについてのルポルタージュ風の映画が人間蒸発なので、もうちょっとオカルト寄りな色味が濃いもので言うと、こちらもイギリスになりますが、1977年の第3の選択という、実は火星人というものはいて、存在実在を証明する証拠もたくさんある。で、まあ、学者とか政治家とかはとっくにそんなこと知ってて、その火星移住の計画であったり火星人との交流を裏で進めているんだ、一般大衆には知らされていないけどっていうのを暴くという体のフェイクドキュメンタリーですね。まあイギリスではエイプリルフールにそういったようなフェイクドキュメンタリーを流す、テレビで流すっていうのは割と習慣としてあるんですが、これが日本では割とフェイクドキュメンタリーっていうことは明らかにされずに放映されてしまってるわけですね。特に大きかったのが2回目に日本でこの番組を放送したのが木曜スペシャルという枠で、でもこちらは衝撃の事実が判明みたいな煽りで、完全に本当のことですっていうノリで紹介してしまったもんだから真に受ける人は結構多かったらしいですね。結構この第三の選択というものを見た衝撃がトラウマとなって今まで尾を引いている人はたくさんいるらしいです。まあ、白石浩二監督もその一人らしいんですが、まあ、似たような感じで、似てはいるけどちょっと違うかなっていうのは同じくで、まあ、一応大真面目にその中ではドキュメンタリーとしてやってるのがご存知川口浩探検シリーズですよね。こちらも大体同じぐらいの時期に1970年代に水曜スペシャルとしてやられていたものです。それこそね、カモン達夫さんの歌でも散々突っ込まれているように、冷静に見れば本物のドキュメンタリーとして見るのはどうかなっていう感じなんですが、ただ枠としてはフェイクドキュメンタリーとは目打ってはいませんね。さらにモンド映画と呼ばれたジャンルとしての、まあ、世界残酷物語、グレートハンティング、食人族などは、有名ですね。こちらも一応フェイクドキュメンタリーという枠として作り手側が表明しているわけではないです。なんかもう最近になって当時のスタッフが言ったりしてるかもしれないけど、まあ、それそういうのは無視していいんで、とにかくその発表された枠としては、そうなわけですね。でスナップっていう殺人を捉えたフィルムがあるっていうことで公開された、まあ、移植映画もありますね。まあ、延々なんか当時の不良みたいな人たちがイチャついたりしてるだけで、最後の数分で問題の殺人行為が行われるっていうだけの、まあ本当にひどい映画なんですけども、まあこのスナップの監督じゃないか、プロデューサーの人が言ってた名言で、このスナップっていう映画は果たしてリアルなんですか、フェイクなんですか、本当なんですか、嘘なんですかって言われて、スナップのプロデューサーが言ったのは、この映像が本当の殺人を映したものだとしても、私はそれを本当だというほど愚かではないし、もしこれが嘘やらせだとしても、私はそれを嘘だというほど愚かではないっていう非常に名言が
ありますね。まあ、そこら辺がこのフェイクドキュメンタリーのこの見る人も分かってねという共犯関係みたいなものを如実に表しているのかなという気もします。まあ、こうしたフェイクドキュメンタリーやモンド映画というものがありながらも、直接的な心霊ドキュメンタリーにつながるフェイクドキュメンタリー作品としての起源はやっぱりまあ邪眼霊になりますかね。これは1988年にリリースされたオリジナルビデオ作品、アイドルのプロモーション映像、これもまあオリジナルビデオとしてあったとされるアイドルのプロモーション映像の撮影中に不可解な事故が起こってしまい、その真相究明に乗り出したテレビ取材班がそのカメラに映っていた恐ろしい亡霊の姿を見つけるという、もう入れ子が何個にもなっているような作品、心霊ドキュメンタリーなのかなと思いきや、ただ実はフェイクドキュメンタリーなわけですね。そう表明していたかどうかは、まあ、ともかくして竹中直人さんとか出てるんで、まあ、別に当時からマジの作品なのかと捉えた人はおそらくそんなにはいなかったと思います。じゃあお前の言う心霊ドキュメンタリーの定義から外れるじゃんとは、まあ、もちろんそうなんですけれども、ただ後々の心霊ドキュメンタリーの歴史に及ぼした影響というのは非常に大きいので、邪眼霊は取り上げざるを得ないですね。特にその幽霊の描かれ方というのも、これまたね良かったんですよ。本作で描かれた幽霊っていうのは不鮮明かつ正体が不明なんですよね。一体どこの誰だかもわからないし、ジェイソンみたいにわーって現れて襲ってくるわけではない。これは昨日の授業でお話した1970年代以降の日本の心霊写真の特徴とも被りますよね。この写真の中に写っていた幽霊はもちろんフェイクドキュメンタリーだからフェイクなんですけれども、その後の J ホラーの幽霊描写とかにも影響を与える、映像における幽霊描写という歴史自体に影響を及ぼした画期的な作品だったと言えますね。でまた心霊フェイクドキュメンタリーとして世界中に影響を与えた1999年公開のブレアウィッチプロジェクトよりも11年早いわけですから、邪眼霊という作品っていうのが非常に映像史的には着目すべき作品なのは間違いないですね。またそのビデオ、オリジナルビデオでこういった実験作を作る、ちょっと恐ろしげなリアルな恐怖を描く、それはテレビ番組でも映画本編でもちょっと違う、レンタルビデオの棚に並んでいる、あるいはこのオリジナルビデオを買ってそれを友達同士で見せ合いっこしたり一緒に見たりするっていう、このカルチャーにうまくはめ込まれたものが邪眼霊以降のホラービデオ、特に心霊ドキュメンタリーっていうものになっていくわけですね。そして2000年代からは本格的な心霊ドキュメンタリーの時代がやってくるわけですが、その中で今日はおすすめの4本を紹介していきたいと思います。まずですね、2000年代から始まる心霊ドキュメンタリーの歴史の講師となった1999年からスタートした本当にあった呪いのビデオ、本ノロですね。これは現代でも続いている長寿シリーズでして、今年2023年にはシリーズ100が、これ劇場公開でしたっけね、されるという、まさに心霊ドキュメンタリーの大ボスにして元祖と言ってもいいような存在なんですが、とりあえず今心霊ドキュメンタリーというものに入門されるあなた方が見るべきはやっぱり1でしょう。まず本当にあった呪いのビデオ1が、最近あまり取り扱ってるお店とかがね少なくなってきちゃってはいるんですが、そこまで入手しづらいってことではないと思うんで、見れることは見れると思います。着目すべきはこの本当にあった呪いのビデオというものが、それこそ中岡俊也さんの恐怖の心霊写真集みたいに心霊的な映像、まあ、心霊ドキュメンタリー映像だけで、しかも投稿された映像だけで構成していくという画期的な作品であったのと同時に、ちゃんと1から解説があるんです。解説検証というものが組み込まれているんですね。中村義弘監督のナレーションで、お気づきになっただろうかとかね、お分かりになっただろうか、女性の後ろで恨めしげな顔をする老婆の霊、かつてこの場所では老婆が強盗に惨殺される事件があったとも噂されるが、その老婆の霊だとでも言うのだろうか、誰も言ってなくてお前が言ってんだろって突っ込みたくなるんですけども、まあこれも一つの解説であり検証、中岡俊也さんがやっているような外部からの説明付けですし、その映像を検証するスタッフの映像っていうものをまた1から組み込まれているんですね。
ここで着目したいのが、その心霊投稿映像を検証するスタッフたちの映像、心霊ドキュメンタリー制作スタッフ側がこう、ああでもねこうでもねってやってるシーンというのが1ではあっさりなんですが、実はこれ非常に重要になって、この後の心霊ドキュメンタリーの歴史、2000年代2010年代と追っていくごとに、どんどんこのスタッフの検証するシーンが肥大化していきます。もう心霊ドキュメンタリーイコール心霊投稿映像ではなくなります。心霊投稿映像を検証するスタッフたちやその周りを取り囲む人間関係のあれやこれや、その中で起きる事件だったりなんやかんやっていうものが心霊ドキュメンタリーの内容の本筋になっていくんです。気になるでしょ。でもまずはその元祖にして一番の長寿シリーズである本当にあった呪いのビデオの1を見るべきですね。そこに全てのエッセンスが詰まっています。1999年に本呪の1があった、そのわずか1年後に心霊ドキュメンタリー作品っていうのはもうすぐ生まれてるんです。それは杉沢村伝説、まあ、完全無削除絶対恐怖版というオリジナルビデオ作品ですね。こちらの先頃ご逝去された田川寛太監督が撮った佐倉金蔵さんだったり、超常現象研究家田中二郎さんという人たちと一緒にやっていた監督の一連のシリーズの中の一つで、言わずもがな青森県にある杉沢村というね謎の村の伝説を田川寛太監督や田中二郎さんたちスタッフが追っていくというものなんですが、田川監督と田中さんのタッグを組んだこの心霊ドキュメンタリーシリーズというのは、まあ割と見ようによっては悪ノリが過ぎるようなね、いやもちろん本当に起きてるんですよ。本当にこっくりさんに取り憑かれた人が本当にナイフで刺そうとしてきたりとか、もうとんでもないことは毎回起こるんですけども、杉沢村伝説はそのまあ集大成とも言えるような心霊ドキュメンタリー作品であり、フェイクをフェイクとして楽しむ楽しみ方もありだよねっていう筋道をまず最初に心霊ドキュメンタリーという分野に置いてつけたのは、やっぱりこの2000年発表の杉沢村伝説がかなり早かったかなと、もしかしたら一番早かったかなと思います。まあ、もちろんね、テレビ番組においてはテリー伊藤さんなんかがそういった、ある種の共犯関係的な番組をたけしの元気が出るテレビとかでやったりしてはいたんですね。例えばオカルト的な感じでね、インドから謎の聖人がやってきて、でそれは代々木公園で一大イベントをやってみたいな、でもう巨大な仏像が東京に出現したとか、まあ、そういったようなね実験的とも言えるようなことは、まあ、すでにテレビではテリー伊藤さんとかからかなやっぱりがやられてはいたんですが、まあ、完全に心霊ドキュメンタリーとしてやったのは田川寛太監督のこの杉沢村伝説が早いと思います。でこの路線を継承していったとも言えるのが皆さん大好き白石浩二監督ではあるんですが、それはまあオカルトという、私は完全なリアルドキュメンタリーだと思ってますよ。オカルトという未来まで行っちゃうね、最後は未来まで行ったり地獄の映像が映ったりするような作品がある白石監督なんですが、ここはあえてフェイクドキュメンタリーという枠では一応ないリアルなドキュメンタリーとしての怖さを追求した作品を今回の4本の1本として紹介したいと思います。まずこれを見てください。2005年発表の呪い、これは先ほど言ったような杉沢村伝説的なというか、フェイクをフェイクとして楽しんでね的な、虚実の淡いみたいなものはないです。逆に言うとその後の白石浩二監督作品の中でも異色と言えるかもしれません。白石監督はそういったフェイクドキュメンタリーの教科書という本を出してくらい、フェイクドキュメンタリーというものの、まあ、はっきり世界一本数作ってる人ですからね。ですがこの呪いという作品はリアルなドキュメンタリーとして見た方が合ってる作品なんです。もうだからはっきり虚実の淡い、そのどうでもいい、本当にこんなことが起こって本当にこんなひどいことがあったんだっていうのをマジでリアル一色 100% マジでリアルなものとして見る心霊ドキュメンタリーとして一番クオリティが高いものがやっぱり呪いだと思います。だからやっぱり呪いっていうものを初心者の方は見て、そこからもっと複雑なありようの心霊ドキュメンタリーの冥府魔道に進んでいった方が絶対いいと思います。本呪の1を見る、杉沢村伝説を見る、呪いを見る、この3つをまず見てください。そうじゃない始まりません。でですね、最後4本目に紹介したいのが、この中ではねちょっと異色になるかもしれませんが、2008年に発表された
鈴木太一監督の怪奇アンビリーバブル闇の都市伝説なんですね。心霊ドキュメンタリー結構見てるよっていうこの視聴者の方も中にはいるかもしれませんが、多分これ見てる人はいないんじゃないですか。まあそういうと鈴木太一監督に失礼なんですけども、まあ一応まあこういう関係あるんで、まあこれぐらい言っちゃいますけど、でも、ね、面白いです。怪奇アンビリバブル闇の都市伝説というのが、先ほど言った3本の、まあ、歴史的名作とはまたちょっと異色にはなるんですが、ある意味また別の筋道をつけた元祖的な立ち位置なんじゃないかと私は思っています。これはいわゆる本当にあった呪いのビデオでいうような、スタッフが心霊投稿映像を検証する、あるいはその現場に行って再調査する、事後調査をする、心霊投稿映像そのものではなくてスタッフの調査によってまた不思議なことが起こっていくという検証シーン、調査シーンが肥大化していったような、そこにフィーチャーしたような作品ではあるんですが、まあ、それは別に怪奇アンビリーバブル闇の都市伝説以外にも、もう2008年頃になってくると心霊ドキュメンタリーの本流というのはそっち側になっていくんですが、ただね、この作品のすごいところは恋愛ものなんですよ。これ別に幽霊と人間の悲恋みたいなボタン道路とかね、そういったチャイニーズゴーストストーリーみたいな話ではなく、監督とアシスタントの恋愛ものなんです。で、普通の人間同士の恋愛ものなんです。しかもその監督、鈴木太一監督ですよ、本人として登場して、でアシスタントの女の子にだんだんこう好きになっていくんですが、キラキラした恋愛ものじゃなくて、多分鈴木太一監督が勝手に暴走してアシスタントの子もちょっといい迷惑みたいな感じなんですけど、その暴走の度合いがどんどん強まっていって、まあ、一応心霊もかかってるんですよ。心霊も一応ね、関わってるんですけど、それのその心霊投稿映像を調べていく中で、だんだんそのアシスタントの女の子とかが霊的な現象に悩まされるようになってしまい、それを救うために最後、鈴木太一監督は夜の街をかけて、その女の子のもとに走っていくっていう、この青春映画的な、非常に感動はしないか。めちゃめちゃ笑えるシーンがあるんですね。変わり種の色物じゃんと思われるかもしれませんが、違います。やっぱり、ね、この心霊ドキュメンタリーの その検証シーンが肥大化していく中で、監督、ディレクターとアシスタントっていうその2人のバディーものというのが心霊ドキュメンタリーにおける王道になっていくんですね。その人間関係、あるいは他の人たちのね、投稿者だったり、その投稿者の周りの人間関係だったり、その調査していく中で出会った人たちの人間関係の中でいろんな事件が起こったり、不思議な出来事が起こったり、怪現象に悩まされたりっていうのが心霊ドキュメンタリーのコンテンツになっていく中で、その人間関係のごたごただったり、そのディレクターの暴走だったり、ディレクターとアシスタントの一筋縄ではいかない関係性だったりを非常に強く打ち出してまとめた作品として、怪奇アンビリーバブル闇の都市伝説はかなり早いと思います。白石浩二監督がオカルトを発表して、いわゆるフェイクをフェイクとして楽しむような道筋をはっきり示したのも2009年だから、それ1年早いわけですよ。鈴木太一監督、今も心霊ドキュメンタリーの人ではないんで、いい迷惑かもしれませんけども、怪奇アンビリーバブル闇の都市伝説は非常に私個人の、まず初心者、入門者がまずその心霊ドキュメンタリー史の初めの方を入門していくのには、この4本おすすめですという中に入れたいですね。こうした作品群が2000年代にちょこちょこちょこと現れてきて、で私はその時は非常にたくさんその心霊ドキュメンタリーを見ていて、おそらくその時世界で一番心霊ドキュメンタリーを見てたでしょうね。なぜなら2000年代の心霊ドキュメンタリーはそんなに見てる人がいなかったからなんですが、その後2010年代になると、この心霊ドキュメンタリーというものが非常に花開く時代になっていくわけです。本当にあった呪いのビデオを母体にして、まあ、もちろん白石浩二監督もそこから出身していった一人だし、他にもその本呪を作っていたスタッフの人たちが次々と心霊ドキュメンタリーを自分がディレクター監督になって作っていくという流れが生まれ、そこから非常に実験的な作品であったり、いろんな個性が花開く時代が2010年代にやってきます。もちろん白石監督が早めにいたとしても、その後は児玉和人さんがいたり、寺内幸太郎さんがいたり、岩沢宏樹さんがいたり、あるいは本能の出身ではないけど古賀総一郎さんっていう人がいたりとか、まあ、そういった時代がやってくるんですが、それはまた別の
お話。2日にわたり人類が幽霊の姿を映すという無謀な試みの歴史を振り返ってきました。一つは心霊写真であり、一つは心霊映像、心霊ドキュメンタリー、ある種のもう文化ですけども、ただ未だ自然科学の世界では本当の霊を映した画像ですと証明されたものは存在しません。ではこの先本物の幽霊が撮影されることはあるのだろうか。これは私個人の勝手な意見ですけれども、私はありえないと思います。それはもしね、映像なり写真なりに幽霊が本当に映ったとしたら、その瞬間それは幽霊ではないんです。幽霊はそういったものに映らない、物的証拠として残らないものを幽霊というんです。ただですよ、ただもちろんその心霊ドキュメンタリーあるいは心霊映像、心霊写真とされる何らかの映像媒体に幽霊的なものが映り、それは別に壁のシミでもトリックでもやらせでも何でもなく、 CG でも何でもなく、本当に我々幽霊だと想像していたようなものが物質として現れて映されたっていう可能性だって別にこの先ないとは言いませんよ。絶対ないとは言いませんよ。ただそれは物理現象なんです。それはそれとして、あ、そんな物理現象があったんだ、全然今まで西暦2020何年の人類も知らなかった、そんな物理現象があったんだっていうのは解明されるだけであって、それは我々が言っている幽霊が映ったことではないです。それは語義矛盾が起きるんですという言い方で納得してもらえますか。納得してもらえませんか。じゃあ私が言いたいのは、幽霊は映像に映らないの。それではまた次の授業でお会いしましょう。実は私もね、2010年代になってから心霊ドキュメンタリー鑑賞からちょっとね、第一線を退いてしまったっていうところがあるので、私よりもはるかにこの心霊ドキュメンタリーの歴史や文化コンテンツの作り方なんかに詳しいマニアな人たちがね、いるんですよ。心霊ビデオ研究会という、若者たちなんですけどね、その彼らが心霊ドキュメンタリーというものを非常に研究している人たちがいます。紙媒体では売ってなくて電子書籍でしか売ってないんですけども、この霊賞という同人誌も発行している心霊ビデオ研究会さんたちの方がもう2010年代以降の心霊ドキュメンタリーについては非常に詳細を知っておられます。なので、心霊ドキュメンタリーのより詳細を知りたい方は、心霊ビデオ研究会さんのこの霊賞を買って読んでいただくといいんじゃないでしょうか。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。